こんにちは、流山レディオステーションです。まさにね、今日は流山大高の森駅周辺の、この有名なお店ですね、肉の大山のお店、ランチもう行ったことある人もね、たくさんいるんじゃないかと思うんですが、だいたい1800円ぐらいで通常のランチ、飲み物とサラダがついて味わえると。このコチュジャンみたいなものが乗っている豆腐、美味しかったな。もうこのままご飯乗っけて食べてましたね。ピリ辛で美味しい。行った日付、9月の下旬土曜日だったと思うんですけども、日曜日かな、土曜日かな、11時半ぐらいに行ったんですかね。12時ぐらいか。でも普通に予約とかしてないでも入れたんでよかったんですけど、予約はこれ電話とかでみんなしてるんですかね。なんかホームページ見る限りそういうネットの予約とかやってなさそうだったんですけども、ウェブ予約っていうのがあるな、ホームページ見たらありましたね。でも予約なしで入れたんで、そんなに激混みでもなかったのかな。並んでる列とかもなかったですし、これですよ、コチュジャンをご飯の上に乗せて食べるという感じです。焼肉をね、焼いて食べて美味しいですよっていうだけの動画なんですけど、最近皆さんどうですかね。結構夏休み、夏とか雨が多いじゃないですか、最近って。で、この千葉も、流山も例外じゃなかったと思うんですけど、特に9月は台風がね、たくさんあって、その遊べる3連休とかね、あとは夏休み、お盆の時期も結構雨が降っている印象なんですよ、毎年。だから夏はね、皆さんどう過ごしてたのかなっていうのを、気になりますね。意外とね、冬になって11月か12月の方が結構晴れてたりするんで、空気が澄んでいて、ただ寒いとねっていうのがあるんで、本当はねこの夏とか9月とかで遊びたいなっていう風に思ってはいたんですけど、今回食べた焼肉の中でこのホルモン、極みホルモンっていうんですかね、これが一番うまかったな。めちゃくちゃうまい。結構なんか焼肉って食べ放題系も楽しいし、もちろん美味しいですけど、この一枚一枚しっかり焼いて、しっかり焼くというか、自分の目でしっかり確認しながら、いい加減の自分のいい好きな焼き加減で焼いて、それを一枚一枚しっかり味わうっていうスタイルに焼き肉も面白いというか、それはそれで満腹感ありますよね、不思議と。絶対食べ放題の方が満腹感がありそうな感じがするんですけど、なんでだろうですかね。しっかり1枚を、味わって食べていく、その作業が面白いのかもしれないですけどね。個人的にはその焼肉っていうのは、その肉を焼くことも含めての料理というか、それが一つのセットになっていることが、味わっているような感じもするので、面倒くさい 人はね、そういう風に思わないかもしれないんですが、自分としてはこの一連の流れが好きですね。結構ね、赤身はね割と残して食べるのが好きなんですけど、あとはなんかいろいろうんちくあるじゃないですか、焼肉ね、その焼くのがうまい人はね多分いろいろ思うんでしょうけど、なんか自分もあんまりこうトングをね、つけまくって肉をねこう回しまくったりすると、うまさが逃げるよなんてね言われたことがね、昔焼肉屋さんであったんですけど、その言葉がどうも印象に残ってるんですか。結構いじってますね。それもね、人それぞれ好きなねやり方みたいなものがあると思うんで、そういうのも楽しめるといいですよね。だから焼肉屋さんは必ず一つのトングを持っていくっていうのが、持ってるっていうのが結構いい楽しみ方かなって思いますよね。一人がもう自分の持ち場で肉を焼いてそれを食べるっていうことの繰り返しができる
焼肉屋さんがいいかなと思います。あ、だから最近話題の焼肉屋ライクだっけ、なんかあれもなんか行ったことないんですけど面白そうかなって思います。今度行ってみようかな。最後に あったかいおしぼりと、お茶ですね、緑茶と、あと、柑橘系のシャーベットを出して、まあ、いわゆる焼肉屋さんのね、まあ、おなじみみたいな、セットですけど、よかったな大山、また行きたいです。いや、いよいよね10月になりますね、冬がやってきますね、またね、また10月11月になってもね、この流れ山周辺を楽しみたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。